八眼は、名古屋海府400年事業のマスコットの一人。なお、本校で、同事業の他のマスコット、エビザベス、ダナモ、カナエッチについても記す。2010年、清過ごしによって、名古屋が開かれてから400年を迎えるのを記念して、名古屋市が海府400年記念事業の一環として、2008年7月1日から8月8日まで、市内に在住。 在学する18歳未満を対象として、キャラクターデザインの募集を行った。6603通の応募があり、小学校1年生の応募による、400年の旅人、が最優秀賞に、また、小学6年生による名古屋城をモチーフにした、名古屋城、中学3年生がデザインした、やっと亀、小学4年生がデザインした、願い星も選ばれた。その後、 10月11日にキャラクターの正式な名前が決定して発表された。2010年の開封400年記念授業終了に伴って名古屋市のマスコットキャラクターとなり、名古屋祭りなどの公共イベントにたびたび登場している。また、八眼は2013年3月31日まで名古屋城において毎日おもてなしを行った。八眼は、 様々なイベントに参加している。ありがとうございます。